ご視聴ありがとうございます。ちひろでございます。今日はですね、DPS ね、皆さんやってらっしゃるとは、思うんですけれども、始めた、ね、ばかりで、まだ右も左もわからない状態で、じゃあどうやって DPS 出せばいいんだって、悩んでる方、結構いらっしゃるとは思うんです。まあ、私もね、始めたばっかりの頃、ただ一つのスキルをただ連続で打つだけだったかな、強いスキルをこれだっていうスキルをただ使い続けるっていう戦い方だけだったと思います。どうやっていけば、強くなれるのかっていうのが、まあ教えてもらえるもんじゃないわけ、このゲーム。こうやって戦っていけばいいよみたいなチュートリアルがあるかって言われるとないんですよね。まあ最初ね、まあリリスに、まあリリスじゃないか、ノリちゃんか、ノリアンウェイ、に、まあちょっとね、システムのチュートリアルはされるとは思うんですけども、まあ DPS をどうやって、出していくのかみたいなことは誰も教えてくれない。まあだから自分で調べていったりとかね、フレンドに教えてもらったりとか、するんだと思うんですよ。まあ私もそうでした。やっぱりね、弱いまんま、このゲームをね、ずっとやってて、でそんな私でもやっぱり、ね、いい装備が欲しくなってくるのよ。まあ、長くやると。まあそんな感じでね、まあいろんな、まあ試練のギルドだったりとか、に、まあ所属させてもらうと、やっぱりそこにはね、手だれがいるわけですよ。で、まあ DPS が低いねっていう話されて、どうやって出すんだと、まあいうのを聞いて、まあ教えてもらって、まあ初めてそこでやり方を学んだのが最初だったかな。まあなので、まあね、もちろんそういうフレンドを見つけたりとか、して教えてもらうのが一番オンラインゲームね、MMORPG では、それが一番なんかこう、いいのかなと思うんですけども、まあね、ソロでやりたい人もいらっしゃいますし、まあ、手っ取り早く強くなりたい方もいらっしゃると思うので、まあ、私なりに、こうやっていけば、まあ、それなりに戦えるようになるんじゃないのっていうのがあるので、まあ、ちょっとそれをね、今日は皆さんに、ご紹介できればなと思っております。というわけで、早速、まあ、ちょっと詳細にというよりも、簡単に、あんまり全部をね、全部、こうしてくださいって言っちゃったら面白くないんで、こうすれば伸びますよというのはお伝えしますけど、そこからはまあやっぱ自分でね、まあ、探したりとか、これがいいんじゃないかっていうのをまあ考えながら、ね、やっていただくのが多分面白いんじゃないかなと思うので、まあ、簡単に説明させていただきます今日は。というわけでどうぞ。はい、というわけで早速ですけれども、まあちょっと順番に、やってまいりましょう。まずですね、まあ、基本的なことからちょっとやっていこうかと思います。今日は、標的用スケルトン、人間型さんに、ご協力いただきました。ここね、ネクロムの、旅の終わりの、宿泊所という、まあ、クエストでね、もらえる、部屋なんですけど、なかなかに広いんで、まあ、ここにちょっとスケルトン置けそうだと思って、ここをちょっとそういう場所に、ちょっと急遽、いたしました。ここでちょっと、やっていきましょう。まずね、基本的なこと、ね、皆さん多分軽攻撃、まあスキルを覚える前にまず、軽攻撃だ、重攻撃だな。ちょっと待って、あれだな。ダミーリセット。便利だったね。一回ちょっと装備外すね。まずね、皆さん、軽攻撃ですね。まあ、
あと重攻撃と、まずはこれで敵に攻撃を加えてたと思います。でまあスキルね、いくつか覚えていくと、ね、スキルを使っていくね、こんな感じでスキル使っていくと思うんですけど、まあ何も教わらなきゃこれだよね。なんですけど、実はねちょっとやり方がありまして、あのね、攻撃の種類、まあ軽攻撃ね、重攻撃、それとスキルね、あと防御、あと防御とかバッシュとか、ね、あとロール回復とかね、これ優先順位あります。防御、バッシュ、それからロール回避、これは最も、最初に優先される、行動なので、例えばスキルを発動しようとして防御すると、ご覧の通り、ね、キャンセルされるの、ね、ご覧の通り、わかりますかね。でこれと同じことが軽攻撃とスキルの関係性でも起こりますね。これ普通に軽攻撃と連打して、これを軽攻撃をスキルでキャンセルしますよ。見えます？スキルでこの軽攻撃の当たった後のモーションがスキルでキャンセルされてるの分かるかな？分かりますかね？基本的にはですね、これが基本戦術なんです。軽攻撃をまず当てて、それをスキルでキャンセルする、これが基本です、戦い方の。実はで今まで軽攻撃ね、だのスキルだの単体でやってたと思うんだけども、これをちょっと練習していただきたい。今多分どんなタイミングでやってもいいタイミングで多分入るはずなんで、今まではあの軽攻撃の当たり判定が出る前でもあのキャンセルが入ってしまうから軽攻撃が当たってないみたいなこともあったと思うんですけど、今多分ね、あの調整されて、この軽攻撃当たり判定が出るまでキャンセルされない、なんだいぶやりやすくなってます。でこれが基本ですとね、まあ、軽攻撃をスキルに挟み込むっていうのが基本的な、戦い方なんですね。でこれを踏まえた上で、DPS を出すっていうことで、それはどうすればいいかっていうと、まあ、スキルにもねいろいろ種類がありまして、まあ、ちょっと順番に説明していきましょうかね。私の、このアラーダさんというキャラクター、まあ、二刀流と、ね、両手武器、これを裏表で使う、キャラクターで、クラスはナイトブレードでスタミナビルドですので、それでですね、まず血の狂気というスキル、これ双刃の変異ですね、両方の武器で敵を切り裂く、各武器で、1738出血ダメージを与えて出血させ、追加で9840出血ダメージを20秒の間与える、この20秒の間与える出血ダメージ、これちょっと覚えておいてください。で、あとこちら、不意打ち、ベールストライクの変異ですね。敵を切りつけて7188物理ダメージを与えて、ステータス効果、切り裂きを適用すると。これはね、何秒間の間、じわじわ攻撃を与えるというわけじゃなくて、一発の、なんだろうな、強い、一撃の、まあ、スキル。これも覚えておいてください。で旋風切り、これもちょっと覚えておいていただきたいんですけども、まあ、5695物理ダメージを与える、最大 100% の追加ダメージを、体力が 50% 以下に低下している敵に与えると、まあ、だから敵の体力が 減れば減るほどダメージ乗っかってくると、まあ、いうことですね。
あともうこちら、まあこちらこういうのはちょっとまあ後にしといてですよ。まあこれも、引き先アルティメット、これは二刀流のアルティメットスキル、出血させて36,225出血ダメージを16秒の間与えると。で16秒の間与える、何秒間の間与え続ける、これ36,225を16秒の間で、16秒で全部与えるってことです。だから36,000÷16のダメージが2秒に1回ぐらいで出るのかな、うん、と覚えておいてください。そして裏側ね、さっと私がよく使うスキルですね、4352物理ダメージと敵、物理ダメージはその敵と周辺の敵すべてに与えて、これが当たったというか、その一発目の標的の足元に、地面を裂き、周囲の敵全すべてに944物理ダメージを1秒ごとに15秒の間与えると。15秒の間与えます。で今度切開ね、もう大事なとこだけ言ってきますよ、出血させて8022出血ダメージを12秒の間与えると、ねじれた回廊、範囲の敵にダメージを1116魔法ダメージ1秒ごとに与えますと。12秒ですね。で、あとこれかな。残忍な集中力。発動中、軽攻撃、重攻撃の後、敵に5回与えると、そのアビリティが暗殺者の懲罰に変わり、形なき弓を半分のコストで撃って、12,767魅力ダメージを与えるということ。まあちょっと、ざっくり言うと、何秒間かで与えるダメージを与えるスキル、まあ、これドットダメージって言うんですけど、ドットの詳細は何だったっけな、ダメージオンタイムだったかな、うん、で、もう一つは、一発で、ね、フルのダメージが入る、ね、7188物理ダメージを与えるというスキル、まあ、こういう組み合わせになってるんです。で、秒間のダメージを与えるのに一番効果的なのは、この何秒間でじわじわ、ダメージを与えるドットダメージっていうのを敵にどんどん積んでいくっていうこと。ちょっとじゃあ試しにやってみようか。これ今単一の攻撃トレンドしてるんですね、まあ、8000とか7000ぐらいでね。でこれをドットも合わせてみましょうか。ドットも合わせていきますよ。タイミングが来るまでこれターンを続けて、まあ、そろそろ切れるなってことで、でまた分かりました。まあ12,000ぐらいになりますね。まあ数字の通りですね、継続ダメージっていうものをもうたくさん的に積みながらも単一の強いスキルを、まあ、その更新のタイミングまで使い続けるっていうこと、こういうことをやることで敵に与えるダメージが、まあ、多くなってくるということなんです。まあここに合わせてね、まあ今装備とか脱いでるんで、まあ、装備をちょっとつけてやってみましょうか。で装備のセットの中に、ね、まあ例えばメデューサのセット、ね、クリティカルダメージが上がりますと、まあ、クリティカルチャンスとクリティカルダメージが上がる、まあ、セットですね、うん、まあ、2セットから5セットまで揃えると、クリティカルチャンスが、まあ、まあもりもりに上がると。で5ソット揃えると威力弱を常にいて武器クリティカルダメージを 10% 増加させてくれますよと、まあいう性能が乗っかると。
で、レレクエンの、腕セットというスキルがあって、スキルじゃねえ、セットがあって、これは軽攻撃と重攻撃が標的に有害な風の累積を5秒与えますと。有害な風はスタックに応じて195物理ダメージを1秒ごとに与える。この効果は 0.5 秒ごとに最大10回まで累積し、武器ダメージと呪文ダメージの高い方に比例して変動すると。まあ、10スタックしたら1秒に1950。まあ、1秒ごとに、まあ、ドットが入るよ。いうセットですね。で、これにティエリック団長の、セット、ね。範囲攻撃アビリティによる直接ダメージを与えると6メートルの影の旋風を敵の足元に7秒の間作り出す。この旋風の中の敵は1秒ごとに1124物理ダメージを受け、ね、で範囲攻撃アビリティから非ダメージが 5% 上昇するっていうのもありますね。まあ、こんな、セットの効果も、まあ、相まってで、まあ、DPS 上がっていくよと。あとメールストロームのね、この殺到に、ついてくる出血ダメージ4378が10秒の間っていうのも乗っかってきますと。全てやればね。というわけでちょっと全て盛り込んだ上でやってみましょうか。今真正面からやりましたけども、チャンピオンポイントによってはね、バックスタバーね、側面か背面からの攻撃のクリティカルダメージをステージごとに 2% 上昇ね、すべて振って 10% 上がってますと、まあ、いうことですし、あと私このキャラは範囲攻撃を中心にやってるんで、ドットにあんまり重きを置いてないんですけど、まあね、単一の敵と戦うんであればこっちの方が多分ダメージは伸びるでしょうね。まあ雑魚戦にちょっと注力している感じかな、範囲に入れてるってことは。まあ、そんな感じでちょっとやってみましょうか。久しぶりに扱うんであれですけれど。まあ、薬も使ったりとかね。いろいろあります。1000くらいかな、とまあこんな感じでいろいろ盛ればこんな感じで DPS 出ますという感じなんですよ。まあだから、まあなんだろうな、とにかく同時に発動しているスキルをもう一つでも多くさせるってこと、でもちろんそう、スキルだけじゃなくてセットの効果とかもね、あとチャンピオンでつけてる、まあ、項目だったりを、まあ、考慮しながらっていうことです。まあ、そんなことをしていれば、まあね、いきなりね、2万5千だ、3万だ、4万、5万とは来ませんけれども、今までよりも絶対に、戦いますし、格段に強くなりますんで、これを気をつけてやっていればね。なので、まだね、スキルだけを使ってたという方がいらっしゃいましたら、まあ、ちょっとお試しでやってみてくださいと。あと、やっぱり一番、こういう戦い方をするんであれば、スキルの、配置の仕方とかね、こういうところもちょっと気を使った方がいいです。順番に、左から順番にやっていくと、まあ、つながりとして綺麗だったりする。まあ私のスキルはここでね、まあ両手武器でだいたい範囲攻撃だったりドットダメージを、まあ、敵に乗せるわけ、乗せます。スタミナ回復、体力回復のためにこれを使う。でまあ軽攻撃5回入れると、ちょっと強いダメージが
発動させられるっていうスキル、これね、暗殺者の懲罰、冷酷な集中力ね、を、まあ、発動してから、ね、発動してから、こっちの裏手で、まあ、ここまでだね、一番この二刀流の一発目、あ、どれだ、ここまでが、だから、ね、裏側のスキルを全部使って、ドット乗せますと。それでまあ自分の強化をもしますと。で裏返してもう一個ドット乗せたら、ね、この不意打ちでまあ更新のねドットの更新のタイミングが来るまでは不意打ち一発の強いスキルをまあ使って待つ。で更新が来るなと思ったらまたひっくり返してね、殺到から切開ねじれた回路で、吸血攻撃とか残忍な集中力。まあ残忍な集中力がもう多分5溜まってるから。裏返した段階でね。うん、で、ここで1回、懲罰入れると。で、まあドットを入れるタイミングで、まあもう吸血攻撃も切れそうだなってなったら更新しとくとか。あれだな。更新しない方がいいのかな、吸血攻撃は。切れてから、切れたの確認してからの方がいいわ、これは。で、バフね、ドットとバフ乗せたら、ね、また二刀流、まあ、主力武器に変えて、まあ、ドットを入れる。で、更新のタイミングが来るまで、ね、強いスキルを入れる。これ別に今、ナイトブレードでやってるけども、どのクラスにだって、一発の強いスキルと、ね、ドットのスキル、うん、これ必ずあるので、ナイトブレードじゃなきゃこれができないってわけじゃないので、うん、いろんなクラスでちょっとやってみましょうか、試しに。そうしましょうか、ちょっといろんなクラスで試してみましょう。はい、というわけで続いては、ドラゴンナイトのスタミナビルド、私のメインキャラなんですけど、あんまり戦闘をやらせるっていうよりもクラフトをやらせてるキャラクターなんで、そんなに戦闘に自信がないんですけれどもまあちょっとドラゴンナイトで物理のスタミナで近接、これ結構みんな選ぶと思うんですよね。見栄えというか名前から選びそうでしょ。DPS やるドラゴンナイトのね、両手武器ぶん回す、ノルドの戦士スカイリムから流れてきたら多分これ選ぶよね、ドラゴンボーンとかね。なのでちょっとこのキャラでやっていこうかと思います。このキャラのちょっと説明だけ軽くさせてもらいましょうか。装備、まあさっきと同じですね。まあちょっと両手武器を裏表で使うっていうちょっと特殊なキャラクターなんですけど、片方は、ね、メールストームの完璧な両手斧、これでまあ殺到を強化する、うん、でもう一方マスターの完璧な両手斧、こちらの方はまあもちろん完璧じゃなくていいんだけど、まあ、こちらの方はね、切断、うん、こちらのダメージを上げる、うん、っていう、アリーナ武器ですね、うん、で基本的にはメデューサで、ね、クリティカル上げて、あ、ごめんちょっと間違ってんの、スライムクローじゃん。メデューサの頭これだ。でこれで5セット、ね、メデューサが5セット作れて、で残りの5部位でニルンの柱セット、ね、ダメージを与えた時敵の足元に1秒後、裂け目を生み出し 2.5 メートル以内の敵すべてに2719出血ダメージを与え、出血させて 13,595 出血ダメージを10秒の間与える。でこの効果10秒ごとに発動ということなんで、まあ、ずっと出続けるようなスキルだね、うん、まあだから1秒間に1350ぐらいダメージが乗っかるという、セット、うん、まあ、これを、使っていくと、まあ、スキルの方も基本的にはドットダメージが中心、さっと、ね、先ほども説明した、あと焼けつく一撃の日に毒の爪、
もね、24秒間。それからオブリビオンの炎、これは5秒ごとに、6558ダメージが出る。あとこれを装備しているだけで、予言強、同盟強が得られて、クリティカルチャンスがちょっと上がりますと。それとウルトは、ね、至高なる破壊者、戦士ギルドのウルトだね、物理ダメージ11000与えた後に追加で13206秒の間、ドットが入ると。で発動すると自分の武器ダメージもダメージが20秒の間300上がると、まあ、だからもう使えるってなったらすぐ使う。それで、石灰ね、目の前の敵に6063出血ダメージを与えて10014出血ダメージを12秒の間与えると、うん、このアビリティで出血している標的に攻撃すると、ね、効果時間が10秒伸びますと。最大32秒まで伸びますよと、うん、そしてノクシャスブレス、ね、これは敵の耐性を5000、まあ、約6000下げつつも、まあ、24秒間16,044毒ダメージをじわじわ与えると。で噴火、ねこちらは1秒間に、1164炎ダメージを、18秒の間与えるということだね。あとこれは、自分の、ねバフです。残忍強、魔術強、ね、これをつけることによって自分の武器ダメージ、呪文ダメージが 20% 36秒上がると。でこれを装備していると、重攻撃が、装備しているというか使っていると、まあ、重攻撃の当たるダメージが 70% 上昇されるということなので、まあ、重攻撃を使っていってもいいかなっていう感じ、これのおかげで。でどうもないよ、ね自分の物理耐性を上げつつも、7568炎ダメージを20秒の間与えると、まあ、ちょっと弱めだけれども、まあ、防御力も上がるし、うんまあ、いいかなという感じですね。まあこんな感じで、まあドラゴンナイトって結構ドットのダメージが多いので、まあ、これの更新が結構大変ではあるかなっていう感じだけどね。で、更新を待つタイミングで、両手武器のアッパーカットの変異、破壊の一撃、敵を下から突き上げて、9605物理ダメージを与えると、強化と強戦士、強を3秒の間強化し、ちょっと言ってることはよくわかんないけども、うん、怪物に対する、重攻撃のダメージが 70%、4ダメージが 10% 上昇すると。これは、被るのかな？いや、被らないと思うんだよね。だから結構な重攻撃になると思う。まあ、こんな感じです。だから、ドットをつないでいる間は軽攻撃で全部ドット入ったなと思ったタイミングで、まあ、破壊の一撃いくんだけど、破壊の一撃と重攻撃を織り交ぜながら戦うみたいな感じかな。というわけでございますので、ちょっと早速行ってみましょう。久しぶりなんで、私もちょっとどっちから行くべきなのかな。こっち間違っちゃった、スキル間違っちゃった。なんかスキル入んなくなったりとか、でもこんな感じで26000ぐらい入る。ちょっと試してみたい。これとこれと重攻撃27000ぐらい。まあ
アッパーカットと重攻撃やってかね、1万9000、8000ぐらいコンスタントに当たるわ。まあ、これ盛り込んでいきたいわけよ。嫌いじゃないんですよね、両手武器のこの強炭さ、うん、の割にはでもドットダメージ多いっていう、うん、まあこんな感じです。ドラゴンナイトの、スタミナビルド、両手武器ビルドだね。はい、続きまして、次はねマジカビルドをちょっとやってみようかと思います。ソーサラーのマジカビルド、でございます。このキャラクターはねちょっとこだわりがちょっとありまして、まあ稲妻の、まあソーサラーってスキルが、まあ、雷由来なんですね、うん、ご覧の通り、まあなので雷の、属性しか使わない、まあ魔法属性とか魔術ダメージとかは、まあ、入れてはあるんだけど、まあ、基本的には稲妻の属性しか、まあ、使わないキャラクターなんです。さて、じゃあこのキャラクターでやっていきましょうかね。基本的には、装備は、まあ同じですね。クリティカル率を、まあ、50% 以上に持っていくっていうのが、まあ、大前提。ちょっと盗賊座にしてますけど、これ影座でもいいのかなっていう感じぐらいまでクリティカル上がってるんで、まあまあ今回はいいでしょう。まあ50以上に、メインの武器、メインで戦う武器の方は必ず50以上に上がるように、まあ、セッティングする。まあそのために私はだいたいメデューサをまあよく使うんですわと。メデューサは、重装のセットなんだけど、まあ、武器とアクセサリーで組み込んでしまえば、まあ、重装、中装、軽装にこだわらず、セットとして組み込めるというところなので、まあ、武器とアクセサリーに盛り込んでますと。で、他のセットは、まあ、これ、ロックグローブっていうブラックウッドの、試練の装備なんですけども、このバースイの熱狂セットっていうのが、まあ、マジカがね、消費されると、それに応じて敵へのダメージが、まあ、最大で 12% まで上昇しますと、まあ、いうことで、まあだから基本的にはマジカを枯渇寸前ぐらいで回していきたいキャラクターですね。そうしないともったいないというか、結局このセットの効果が全然出ないと、まあ、いうことなんで、まあリソースが減りづらいブレトンですけれども、まあだからこそがっつり削ってしまえば、まあそれを維持するのは難しくないのかなという感じです。というわけでじゃあちょっとやっていくんですけど、スキル回しちょっと説明しましょうか。基本的には同じですね。ドットを組んでいくんですけど、
まあ、ちょっとソーサラーのドットダメージもまたちょっと特殊というか、特に特殊なのはこのデイドラの呪いの変異、標的に対して11000魔法ダメージを与え 3.5 秒後に周囲の敵に5395魔法ダメージを与える、呪いは敵にたたり続けて2回目に爆発しますと。標的に対してまた11000魔法ダメージを与えるんだと。これがだから2回起こるってことだね。なんだ、12秒間で2回、22000、入りますと。まあ、単純計算したら、ね、まあ、1000ぐらいのダメージ、秒間に入っているぐらいの、まあ、計算です。まあ、これを、まあ、必ず入れると。まあ、これは、更新するというよりも、これが切れてから使わないと。一発発動しない状態で終わっちゃうんで。これ難しいところですね。で、このマジカソーサラの、更新を待つ強めのスキルがこれ。これはね、サイジックのスキルラインにある、武器注入っていうスキルです。これを使うと、これが直接、ダメージを与えるんじゃなくて、次の軽攻撃に乗っかるっていうスキル。これを使うと次の軽攻撃が、7995魔法ダメージを追加で与えますと。で、与えると炎上、脳震盪、霊気のうちいずれかの効果を与えると。まあ、雷のせいだから多分脳震盪を与えるんだろうなという感じですけど。あ、関係ないのかな、これは。もしかしたら。普通にどれかランダムで当たるんじゃないかな。で、こっちの魔術師の憤怒は、基本的にはね、単体の敵で使うのは相手の体力が 20% 以下になってから、基本的にこれは追い込むときに使うスキルですね。でメインはこの、スキルパレットだ。裏のドットの管理をしながら、まあこっちで、ダメージを乗せていくっていう感じですね。でこっちは、内なる発光、これを入れていることで、まあ、同盟鏡、予言鏡で、呪文クリティカル、武器クリティカルが、まあ、上がりますと。それに加えて最大マジが 5% 上昇。それともう一つ、魔力の鎧の変異、ね、魔力のアイギス。まあ、これを使うことはないです。これ入れてるだけ。入れてるだけで、最大マジカが 8% 上昇され、強固弱を得て呪文耐性、物理耐性が2974上昇するんだと。この2つはもう入れてるだけです。入れてるだけで発動する効果をもらってる感じ。で、まあ、ウルト溜まったら、ね、属性の暴風、雷の憤怒か、を、まあ、与えていくと。で、裏は範囲攻撃だったりとか、まあ、範囲攻撃のドットダメージなんですね、全部。全部というか、ほとんどが。まあ、このクリティカルサージは、バフと、自己回復用のスキルですけれど。嵐の防壁、ね、18×12 メートルの広い範囲で、1022、雷撃ダメージを1秒ごとに与えると。稲妻の反乱、ね、半径6メートルの中に、嵐のエネルギーを形成して、周囲の敵に1372、ダメージを1秒ごとに10秒与えますと。これ、シナジー使ってくれるともっと美味しい。仲間がシナジー使ったらね。で、秘術のオーブ。で、球体を、作り出して、ゆっくりと前に進めてますと。近くにいる敵に、1334魔法ダメージを1秒ごとに与えると。これは仲間がシナジー使うと、ダメージを与えつつも仲間のリソースが回復するという、すごくいいスキルなん で。この球体の発動中は100体力間近、スタミナ再生を得る。まあ、リソースの維持にも貢献すると。自分のね。で、まあ、基本的にはこの、無限の嵐を、まあ、まといながら、ね、1687雷撃ダメージを2秒ごとに与えますと。で、これを、使っていると、まあ、物理耐性が上がって、移動速度も速くなると。移動速度が、まあ、速いと、まあ、相手の AOE が避けやすくなるんだけど、4秒しかね、これ効果ないんで、あんまり考えてない。基本的には、で近くの敵に、ダメージを与えるのと物理耐性、呪文耐性を得るっていう項目。だ基本的に私離れて戦っているときはこれ使わない、感じかな。まあ、こんな感じでやってます。
じゃあ早速回してみましょうか。ちょっと遠く離れたとこから。確かこのキャラクターはバックスタバ入れてないんで、別に正面から戦ったって。20% を超えたらね、こっちの、ね、魔術師の憤怒を使うと、まあ、爆発が 13,051 与えるので、まあ、これに加えて 3,377 の雷撃ダメージも乗っかるからね、うん、なんでまあ一発で 16,000 ぐらいのダメージが乗るという。まあ、追い込みには素晴らしいスキルなんで、まあ序盤は使わないけれども、まあ使って、雑魚戦とかこれ一発目に入れとけばね、これ4秒以内に敵が倒れるか、体力が 20% 以下になれば爆発が発動するんで、まあ仲間が優秀だとね、4秒以内に削り切ってというか、あのダメージが、あの体力が減ってって、まあ、20% 以下になると爆発するんで、倒れても爆発するから周りの敵に影響が及ぶということで、なかなか優秀なスキルです、雑魚戦でも。まあこんな感じでございますよと。さていかがでしたでしょうか。DPS を出すためには、どうすればいいのかというところに、言及していく動画でしたけれども、まあ私まあ25,000ぐらい、何のサポートもないと25,000ぐらいですけれども、まあ中にはね4万とか5万とか行く人もいるんですよ。信じられないでしょまあそれを、そこまでね至るためにはやっぱりいろんなね細かいところを精査してね、いろんな組み合わせというか、スキルを使う順番とか、軽攻撃、重攻撃を挟む順番とか、薬を飲むタイミングとか、まあ、どのセット装備を使うかとか、セット装備の組み合わせとか、クラスに合ったセット、スキルの選択とか、まあ、いろんなことが、まあ、多分必要になってくると思うんですけれど、多分今みたいな、私が今教えた、とにかく1秒間で発動しているスキルをとにかく増やすっていうやり方、うん、をまずは優先するというか、まずそこにちょっと、
注力して戦ってみてください。まあ多分劇的に DPS が上がると思うんで、あのスキルだけでやってたと、あと軽攻撃重攻撃を挟むっていうとね、あとそのスキルとか行動の優先順位っていうものもちょっと覚えておいてほしいなというところです。まあそのあたりを多分駆使すればね、まあ2万5000も出ればベテランのハードモードぐらいだったら全然余裕でいけるので、またそっからね、高みを目指していただければなと。まあそこまで多分やっていってそれができるようになってくるとちょっと面白くなってくると思うんです。その難しいコンテンツに挑んでいくってことは、まあ、取っかかりとしてね、今回の動画で挙げたことをちょっと参考にしていただいて、自分のスキルだったり、ね、装備だったりちょっと考えてみて、一つ上に上がっていただければなと思っております。というわけで、今回は、ここまでです。ご視聴ありがとうございました。